はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。紀子さんがね、紀子様が、まあ、体調悪いんだよっていう話を、言われておりますね。まあその調子の悪さは去年あたりからいろいろと言われていたらしいんだけど、まあ原因はストレスなのっていう話らしいんだけどね。まああくまでもネットニュースの話なので、まあ話半分で聞いてください。はい。でね、秋篠宮家宮妃の紀子さまが、まあ、6日にね、体調不良を発表して、宮中行事とかね、公務を休まれたことが、まあ、たびたびあったと。で、まあ、この方がね、公務を休まれるなんて、まあ、悠仁さまが生まれてからほぼなかったらしいんだよね。で、宮内庁によれば、宮内庁、まあいいや、胃腸の症状が強いということで、ストレスが原因ではないかと記者たちもざわついているそうです。全国紙の皇室記者っていう人がねで、それで波紋を呼んでるのは、その発表方法っていうのは波紋を呼んでるんだって。で、かつて前、雅子さまが適応障害で休まれたことがあって、まあ、ありましたよね。で、それの時の共通点がいくつも指摘されている。で、今後の公務について宮内庁は、その、お医者さんの方と相談しながら決めるって発表したけども、まあ、これは、ドタキャンもあり得ることだそうです。うん。その時の体調を見ながらっていうことでね。過去に雅子さまも似たアナウンスがあって、実際に直前で公務を休まれたことがありましたということです。うん。まあちょっとね、楽しみにされていた方は、ちょっと、とか思ったんだろうけど、うん。で、7日の午前に行われた、皇霊殿っていいのかな、本当に間違ってたらごめんなさい。紀子さまは装束を着る時間を短くして、出席されたそうですが、これも以前に雅子さまは、装束の締め付けが負担になるとして、宮中祭祀を休まれたのを参考にしたのでしょうと言われております。で、なぜここまで強く雅子さまを意識しているのかっていう話なんだけど、まあそれだけ、まあ焦りを感じているのかもしれないねって、紀子さまがね、何かと比べられてしまっている部分もあるし、ちょっと待ってね。はい、なんだっけ、まあ、雅子さまはね、すごく意識してるよねっていう。まあ、さっきも言った通り、比べられるっていうのもあるし、何かと いろいろと言われて、東宮である、今、皇太子であった天皇陛下と、まあ、秋篠宮家の次男と比べられちゃうし、雅子さまはすっげえ、もう、あの正統派のあれだけど、紀子さまはみたいな、今のさ、イギリスの、 あの長男次男と同じような感じだよねあの長男の方は長男夫妻はもう本当にお手本のような、お見本だって、見本のようなイギリス王室の 王子と王妃だけど、次男の方はあれみたいな、悪いお見本の、なんかそういう風に言われてるじゃん。
ああいう感じなのかなと思う。だからもう当てつけじゃないけど、そういう風になってるのかなと思う。で、雅子様が皇后として存在感を高めつつある一方で、眞子さんの結婚以来、その秋篠宮家へ その世間の目は厳しいと。私も雅子様と同様に心労を抱えているのですよとアピールとも受け止められますということです。はい。まあ、1月はね、歌会始めなど重要行事っていうのが続くんだけど、復帰されるのはいつかっていうので、まあいろいろとあるそうですあるそうです。まあ実際どうなんだろうね。もう当てつけっていう風に受け取ってしまう人もいるんじゃないかなと思うんだよね。私も構ってみるじゃないけどさって思いました。はい、皆さんどう思いでしょうか。以上です。